コリニーは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ー圏、県、アン県のコミューン。コリニーは、ブールガンブレスの北約20マイル、ロンイコールルイコールその南およそ40キロメートルの地点にあり、ジュラ県に近い。コミューンを高速道83号線が通る。コミューン東部は、ルベルモン地方の丘陵地帯であり、西は、ブレサーヌ地方の広い平野である。コミューンの西の端を、 ソルナン川が流れる。デュード・コリニー・コリニーの名は、コロニアという名称がフランス語化して進化したものである。ラテン語や文章では、コローナイアカムやコローニアカムと記される。フランス語文献では、コロイニー、コローニ、キャリグニー、コリグナイと記されている。コリニーは、コリニーの小読みで有名である。2世紀後半に遡るこの小読みは、現存するガリア語の碑文の中で最も長いものとなる。 小読みは、ガリア語、ガリアの天文学の知識、ガリア人の時の管理の仕方を理解するのに、大いに貢献した。これは、ラテン語のアルファベットで書かれている。小読みと共に、コリニーで作られた、もう一つの興味深い発見が、リュード・コリニーと呼ばれるブロンズ像である。小読みとブロンズ像のレプリカが、コリニー役場に展示されている。旧世紀、マナッセス一世が、 コリニー最初の領主となった。彼の子孫がコリニー領主となり、フランス貴族コリニー家となった。12世紀にコリニー領は分割された。1550年、ガスパール・ド・コリニーは、コリニーイコールルルイコールビエユと、コリニーイコールルイコールヌフの2領を統合した。コリニーはサボヤ公の領土となった後、コリニーイコールルイコールヌフは1601年の条約によって、 正式にフランス領となった。コリニーイコールルイコールビエイは、ブルゴーニュ公でもあったスペイン王が所有し、最終的にルイ14世時代にフランスに併合された。ソースイコール陰性以下ニに、ありがとうございます。